から朝日帰ってきました。はい、今日はですねトロンボーンの演奏会をしたいと思います。これでいいのかな。初プレイなんだけど、最近流行ってるよねこのゲーム。チョッセイエトランボナーってことは見るか。これ金髪の女がいいんだけど、女の子は金髪がいないから、そう、男の子にしよう。はい、でバラス、トロンボーン、バス、ん？チョロンボーン、オッケー。うん。で、曲を選ぶみたいなんだけど、曲なん、え、これ全部同じ曲？ワームアップ。How to play。マウスを動かしてやれ。あ、クリック。チャーム。ナイス。Watch the breath meter。あ、これブレスメーターね。ふんふん。まあ、楽しく吹きな。ってことか。オッケー。じゃあ、皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございます。メルのトロンボーンの、演奏会です。やばい、息切れしてる。あれか、クリックして。お？こうやって話せなきゃいけないのか。酸素吸えってことか。わー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 、よーよー、わー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 、いいよ。なんじゃないんすか？これトラックセレクト、これでどんどん増えてくのかな。バールゲーム、次これやでってことは、バールゲーム、There are best win to、 あ、読めなかった。お、行くぞ。何これ、なんか斜めのやつ出てきたよ。ポワポワポワ、これ何の曲だ。ポワ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 、急にむずくなるじゃん。ちょっとわわわ、なんか待って、投げないで、なんでなんかボール投げられてるメル。後ろにいっぱい野球選手が出てきたよ。邪魔しないで見るの。邪魔。なんか、わざとやってる？わざと邪魔するように写真貼り付けてるってこと？これ。ボール投げないで。痛いよ。すいません。スタッフ審判。メルにボール投げてるやついる。退場させてくれ。痛い。ちょっと痛いって。うわっ、どんだけ投げんだよ。終わった。ベスト
です。あ、Cだ。イエーイ。ボールを曲げられて痛い思いをしたのに Cもある。すごい。痛いよ。何？ベル演奏してるのに。え、他にないのかな。あ、待って待って待って、増えてるよ曲。ハッピーバースデー、これ知ってる。え、メルの知ってるハッピーバースデーかな。んー、トロンボンスカイ、スカイゼー、これやってみようかな。スカイゼー、あ、ディフィカリティ星4、これ難しいやつだ。スーパーパルムフライデー、な、これめっちゃむずい。バブーン、ザラチューラ、これ簡単だよ。やってみようか、これ。ん？ 2、1、10、100、1000万。あー。簡単な、あ、3つしかない。あ、これならいけるぞ。わーわーわー、あ、これ知ってるやつだ。わー、来るか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 。来るぞ来るぞ来るぞ、来るか来るか、いつ来るの。ああ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 あ、また来るぞ来るぞ、みんな来るぞ、今度こそ。どこに来る、どこに来る、点数いってますよ。どうよ、上がったで、評価が B。 これでトロンボーンのプロ仲間入りか。いいね、1が、あ、1いっぱいあるじゃん。ほう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 。え、みんななんかやってほしい曲ある？ま、リクエストにお答えするよ。ま、こんだけいっぱい吹けるからね、メル。トロンボーンどう？なんかリクエストありますか？オーキャマダ、オデ、オデとジョイ、ハッピーバースデー、ジョイサウンド、オデとジョイ、オデとジョイなんか人気だね。オデ、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 ないよ。あれ、あった、これだ。星2、おで、おでとジョイ。何、お話かな。ジョイって誰だろう。ああ、これか。パパ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 パ、ピャピャ、ぽい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 。皆さん、この曲は皆さん知っている曲ですね。ぽいぴぱぷぽいぴゃぷぱぱぱぷいぴゃ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 ぽいぱぱ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 ぱ、何にしようかな。みんなはご飯をちゃんと食べろよ。まだある。メールは何食べようかな。何にしようかな。おいしいご飯をいっぱい食べる。な
がめるは好きだ。どうや。ん？イエーイ！あ、ビード！え、やった！完璧！イエーイ！みんなのそばとそばをかけたんだよ。わかる？わかるかな？さっきなんかリクエスト来てたやつ。そ、そういうこと。わかんない？なんでわかんないの？そばだよ、そば。みんなの近くってことね。うん。いや、みんながね、ちょっと気づいてないみたいだから、まあ、メルがね、説明をしてあげたっていうことよ。何しよっかなぁ。まあ、みんなが知ってる曲がいいよね。俺とジョイを連れて、あ、これか。オーキャナダ。これみんな好きなやつ？あ、間違えた！え？これな、え？合ってる？これなん、何になった今？ん？ん？あれ？あ、全然違う曲になった。あれ？あれ？なんだこの。うん、めっちゃ速い！え、むずいむずい！あ、ポップコーンだ！ありがとう！メルの演奏が上手すぎて、みんなポップコーンを無言でこれているの。あ、なんだこれ？なんの曲？はい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 。ぽっぽい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 はい、ポップコーン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 、なんだこのミミズみたいな、ポップコーン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 、この曲はですね、サンバのノリでね、吹かせていただきました。ありがとうございました。はい、ブラボー、ありがとう、ありがとう。じゃあ次の曲、このワームアップってのはまだ解放されてない曲ってこと？じゃあ今日、毎日誰かの誕生日だから、今日誕生日のね、人のためにこれを送ろうと思います。聞いてください。ハッピーバースデー。ふっ。なんだ、パパー。アレンジバージョンです。ラッャー。トゥピアトゥ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 、ありがとう、ありがとう、お祝いしてくれてありがとう。みんなのお祝いの言葉が俺の気持ちを揺すぶって、あー嬉しいな、あー嬉しいな、ありがとう、みんな愛されてるって感じるよ。誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。母親の気持ちを大人になって感じる。あ、息が、ララ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 ラ、プレゼントもらってる。ふけ、ほらふけ。ラララララララ、お誕生日はみんなからプレゼントをもらえる特別な日に、ありがとう、ありがとう。
日誕生日の人いるかわかんないけど、ありがとうありがとう。はい、じゃあメルの、メルの知ってる曲あんまないな。ハバナジラ、さっきもらってて弾けなかった、これか、これじゃあ吹くね。おーキャナダ、おーキャナダ、んー、おーキャナダ、あ、本当にキャナダだ。おー、あ、下になんか出てるぞ。キャナダ。ワーホームアーダナイティブランド。トゥルーパーラーブイオールオイルアガマイ。ウィッツグローイングハーツウィッツシートリームスライスラストリーマースロンアンフリーフロムファーRise to Canada, we stand, we love Canada. Ah, Canada, 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 da 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 da, Canada, Canada, Canada.あえてメルは C を狙いました。なぜかって、キャナダの C だからだよ。わかるだろ。はい、 I love Canada. Thank you. ザ、ザラツラス、ザラスマキャラ、ザナ、 Z、 Z から始まるやつ、有名、ほんと Z、 Z、 どれだ、Z、 あ、これか、あれ Z どこ行った、あれ消えた、あ、これだ、これかな、ん、これさっきやった、あれ B って書いてたけど、もしややったか、これちょやったやつだ。じゃあちょっとメラアレンジするか。曲をアレンジで弾かせていただいたんで、チューリップ、フラワーという意味を込め F にさせていただきました。はい。まあ、わざとなんでね、これね。うん。まあ、メルが本気でやれば、もう S 行くんで、あえての F です。はい。あれ？キラキラ星だっけ？ほら、星も花も綺麗だから一緒、一緒だよ、うん、一緒一緒、そう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 。さあ、何弾こうかな、次は。
ね、みんな何聞きたい？うん、まだやってないやつやろうかな。もうキャナダ、あ、結構やってんね。ジャラベーターパーティーを、これやってみようかな。うん、待って、めっちゃむずいじゃんこれ。なんやこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 9スターってこと？やばい。へえ。まあまあまあ、でもプロだからね。わー、女が出てきたぞ。何の曲だこれ。だだ
もこの曲。タタタタタ。いい曲だった。これなんか元ネタがあるのかな。何の曲なの。何の曲なの。これオールドグレーメアボールゲーム。これやったな。ウォームアップ。ね、かっこいいよね。オールドグライメル、オールドグライメル。あ、これもやってないな。やるか。いくぜ。皆さん今日はたくさん吹かせていただきます。ん？ん？お、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 何の曲だ。あー、たーたーパパパパパパパラパパパ。本日はご来店誠にありがとうございました。当店は8時で閉店とさせていただきます。うわー、早くお店から出て行ってください。お店閉めるから出て行け。タタタタタ。トイレに隠れても無駄だ。うちとら防犯カメラで全部見えてんだよ。隠れても無駄だ。早く出て行ってください。お店には明日もやるから絶対来いよ。こうしないと店はどんどん景気下がっちゃうんだ。お前らの来客が店の命になってんだ。頼むよ早く帰って明日も朝一で来いよ。頼むよみんなの来客が店の命。頼むぜ頼むぜ早く帰って美味しいご飯食べて寝ろや。明日も元気なお前の顔が見たいぜ。明日も元気ないらっしゃいませで迎えるから、早く帰って美味しいご飯食べて温かい風呂入っていい夢見ろよ。明日もみんなのいい顔が見れますよね。どうや。イエーイ。シーメルシーばっか。素晴らしいってことでいいっすか。もうシー待ってる。これ全部シーじゃん。ここシー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 。ドサドサミューで行くか。ドサムーで行くぜ。さあなんだ、どんな曲な。なんか意外と知ってる曲多いよね。ん？花が咲いたよ。あんまり知らないかも。トゥ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 。みんなビール多分好きだよね。でもメルはビール飲めないな。麦からできてるビール生一個くださいってみんな言う。でもメルはコーラでいいよ。飲めないんだもんなビール。パパ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 パ。ビールまだ出てきたいよ。
あ、後ろになんかドーナツもある。ドーナツも好きだよ。レモンビールとウィンナー合うって聞いたけど、レモンブルーはコーラが好きです。ヘイ、あ、どうだ、あ、また C、 もうまた C なんだけど、メル C ばっか。どうしてこうも C ばっかなんだ。ちょっと A 行きたいな。 C 難しいんだよな。簡単なやつの方がいいかな。それやってないか。エネキレイネ、エイネ、エイネ、キレイネ、どういうこと？曲名からもう口説いてる。んー、あ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 、知ってる知ってる、ララ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 ラ。それてる。てて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 。目が。三分間待ってくれ。目が。チカチカしてる。お客様、ペンライトは。わ、なんか出てきた。もうサルトさんだけ。っていう圧を今かけられている。分かってるよ。やめろ。怖いから急に出てくるの。うん、すいませんすいません。モーツァルトさん、いい曲をありがとう。ああ、また C だもん。でも目がさ、すごいさ、ダメージを受けた、あの光で。トロンボーンを弾くのってね、命がけなんだよ、みんな。命を削ってトロンボーンやってんだよ、こっちとら。うん。まあ、そろそろ本気を出すか。そうだね。さ、そろそろ本気を、出すぞ。おかな、よし。皆さんね、まあ、練習だったんで今。I'm warming up my big bonbon.Yes, I'm warming in my trombone.I'm warming it up.I'm warming up my big trombone. Yes, I'm warming up my trombone. I'm warming it up. My
れで。うえい、 B まで行った。どうよ、上手くなった。 B、 B はなんだ。 B、 ビッグってこと。あ、これやってない。ロングタイル、リンボー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 、いくぜー。ダメ、ちょっと、あ、ちょ、おい、つけー。うわー、ちょっと目がまたやられる、目がなんだこの不安定な音符は。なんだこの曲は。なんや、なんや最後ぽわぽわって。もう私、あ、B だ。え、すごい。え、待って、メルミー、え、 B、 すごくない。なぜ、なぜむしろ B だった。すごいぞ。ん、上手くなったってこと。これもやってない。シュガーパルムフライデー。お、今日にふさわしいよ。金曜日ってことでしょ。フライデー。行くぞ。エビフライデー。あ、あ、あ。の歌を演奏させていただいたんですけど、ね、この曲でメルの今日の晩ご飯はフライになりました。やった。じゃあ、あ、これもやってないな。バブーン、これ
面白そう。バブーン。バブーン。これなんて書いてんの？シックスカウント？ん？うどんとエビフライにしよう。ワンワンワン。後ろなんかいるぞ。誰だ、この曲難しい。曲がありました。これだ、やれます。メイヤトランボーン吹きます。あ、ほほほ、ドゥ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 、運命、ドゥ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 、これまずいよ。ドゥ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 、だんだんなんかこの音符がイクラに見えてきたー。イクラは何の卵か知ってる、メルは知ってるよ、鮭の中にあるんだろう、うまいよなー。あーあー、イクラー、イクラでも高いんだよね、だから大事にしなきゃいけないんだ。おしっぱでやってみるか、適度に、おしっぱ。ふけ！いくらがなんか長くなってきた。大量のいくらが、しちゃうんだよね。まったく鍛錬が足りてないんじゃないか。もうグッドセーブザキング、アイムキング、行くぜ、アイムキング。どんな曲だ。ん、ん、ん、あ、ゆっくりだ、簡単かも。あ、おお、ほら、だだ、ふわー、
ビクトワーズハッピーエンドグアアイオイズロングトゥーラウナドバーズゴッドセブンオンザキングトライチョイデスキーインストアオンヒムビープラトゥポアロングわわわ、どうだ、あーリードやった、イエー、これでもう結構やったか、やったんじゃないの、あやってませんでした、オールドグレイメイ、これだ、オールドメイ、お、ん？オールドアンド、なんとか。いくぞ！お、牛！牛じゃない！馬！お、なんか出てきたぞ！牛が！うん、もう牛でいいよ！うん、牛アンドワッツサンドゥーン。ゴールドシップみたいやな。ピースピース！ゴールドシップ様だぞ！うわぁ！グレメシーゴン！ような気がするんだよ。よう、馬さん、馬さん、馬刺しがうまい。いつもお世話になっていますねよ。おい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 、白馬といえば王子様。早くベルの元に白馬に乗ってかかってこいよ。うえ。やったー、イエーイ、え、なんか上手くなったのかな、 B になることが多くなったね、んもうやったか、全部やったか、で、全部やったかって言うとやっぱフラグなのかな、やってない、やってないっていうね、さ、さか、スカバード、スカバード、こういくか、スカバード聞いてください、スカバード、この曲はしっとり引き上げます、全然しっとりじゃありませんでした、パッパパ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 パ、もういっぱい出てくるな下から、パパパパパパパ、これむずいぞ、これむずいぞ、タタ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 おたまじゃくしみたい、おたまじゃくしがいっぱい出てくるよ、カエルになるまで頑張れ走れゴー、おたまじゃくしの成長過程を見てみたいよ、おたまじゃくしは大きくなったらカエルになるんだ、そしてカエルはもう終わりん、そっから成長はしないけどカエルかわいいね、わい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 ケロ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 、まだあるのか、ケロ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 、カエルといえばヒロアカのつゆちゃん、かわいいよな、つゆちゃんちょっとエッチだけどかわいい、ケロ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 
ケロ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 うわうわつよちゃんつよちゃんかわいいねケロ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 ポポポポポケロ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 ポポポポポポワーティキキ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 キわーまだあるのこの曲結構長く感じるのめちゃだけなんでこの曲だけこんな長いのかわからないなんでみんなカエルが好きなんですかケロ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 スカイバードってこれ鳥の曲じゃないの？鳥じゃないの？これカエルだった？キャエル。イエス。キャエル。え、待って、全然やってないのいっぱいある。あー、なんでだ。待って、増えた？もしかしてメルがたくさん吹けば吹くほど曲は増えていく？なんかいっぱい増えてってる。なぜだ？あば、な、なじら、そういうこと？まさか、無限トロンボン編に入っているだとは。解放している？せっかく全曲やろうと思ったのに、どんどん増えていくじゃないか。そういうことか？じゃあちょっと気になるやつあるか。スキップ、あ、これなんか良さそう。スキップトゥーマイロー。スキップマイトゥーロー。エンターテイナー、エンターテイナー。これは配信者として吹かなければいかない、いけないやつだ。エンターテイナメント。あ、これか。ポポ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 。タタ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 。ララ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 ラ。タタ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 タ。パッパッパッパー、これ何の曲だったっけ。バラエティであったよね、この曲。パッ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 の曲。邪魔邪魔邪魔、おい近
近い近い。どけ。タタ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 タスキップしよう。ラララルララルララララ。お手手をつないでララル。イエイ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 。あ。イエーイ。シー。やばい、またシーになってきた。さっきまで調子良かったのに。おかしいな。あれ、やっぱいっぱいあるな、やってないやつ。B スカイバードやった。スターズステッパーズ、なんかかっこいいぞ。スターズステッパーズ、何それ。でもちょっとめっちゃ難しいじゃんこれ。簡単なのないのかな。幅なんナジラ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 がやってきた。ナジラナジラナジラがやってくる。これもなんか歌なのかな。これ本当？わかるやつか。来た。これで勝つる。あ、これか。タタ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 タ。もうちょっとで運動会だしな。タタタ。お馬が出てきた。
パラパララパラパパパパラ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 パパパパラパラパパ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 司会やってみんなで力合わせてでも最後は勝利とか関係なく仲良く手をつないでみんなで握手みんなで仲良く楽しくやればいいみんなで走ってみんなで飛んでみんなで美味しいお弁当食べるわー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 みんなはエビフライから悲しいやつたまには落ち込む時もみんなあると思うけどでも最後は笑って走れララ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 ラまた元気になったら走ってスキップ手間をつないでララなかなか A 行かないね。難しいな。やっぱトロンボーンって難しいな。まあ、実はですね、でトロンボーンは今日が初めてなんだよね。初めてなのにコンサートを開いたんだ。まあその勇気はね、褒めてほしいよね。難しい。Are you ready?初めてのトロンボーンでコンサート開きました。レディーゴー。この曲知らないな。なんか怪しげな曲。なんか闇の世界へようこそみたいな。怖いよ。なんか音程がすごい不安定な曲だな、これ。なんだこの曲は。闇のバトルが始まろうっていうのか。デスゲーム。これぞまさにデスゲーム。命を懸けたトロンボーンの戦いが今始まろうとしているのか。俺のターン、ドローン。俺は夜空メレを攻撃表示で出してからトラップカードを伏せる。あ、言っちゃった。やっべ。あー、いや、これは魔法カード。魔法カードを伏せ。あ、また言っちゃった。あーはっ、さっさっ、カードを2枚伏せ。ターンエンド。さっ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 さ。これじゃ負けちゃう。でデスゲームに負けちゃう。あー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 。これ何の曲なんだ一体。何もわからないよ。メレちゃんをこれで表示にして、これきまた C。 まあこれはしゃあないね。まあ体感ちょっとこれ全然できてなかったからね。まあこれで A とか出されたら逆になんでってなっちゃうから。まあこんなもんっしょ。やはり C か。じゃあ次で最後の曲にしようかな。今日はトロンボーン
初めてのトロンボーンの演奏会に来ていただきありがとうございます。もうたくさん吹いてきましたね。何曲吹いたんでしょうか。初めてなのにね、こんなに吹いてすごいすごいです、すごいですよ。うん、じゃあ最後の曲になります。聴いてください。最後の曲何しようかな。これにしよう。なんだ、最後の曲キラーボキルボット、キルボッツ、待って、物騒物騒ですが聞いてください。何やら怪しげな曲です。もあ、でもそんなに難しくなさそうだ。なんだこれ。殺し合いメルは拳で戦う。みんなは好きな武器を選んで戦え。命をかけてみんなで殺し合い。デスゲームみんなで頑張って戦え。命をかけてみんなで生きてここから出るぞ。 UFO なんか後ろにいっぱいいる。 UFO 宇宙人、未来人、異世界人、この中にいたらすぐにメルのところに来なさーい。どうも、この試合みんなでデスゲームしましょうね。メルは負けどきしね。それでワンポンチ。なぜならメルはスーパーサイヤ人の血を引いてる。そしてバキ。デスゲームしか勝たんってこと？やったー！天才！やったー！嬉しい！最後の最後に！ありがとうございました。本日は、ね、夜空見るトロンボーン演奏会にお越しいただきありがとうございました。まあこれはね、みんなデスゲームしないといけないね。拳で。ということで、ゲームはね、この辺にしたいと思います。よいしょ。じゃあちょっとステージからお家に帰ろうかな。疲れた疲れた。トロンボンこんな弾いたらもう息切れしちゃうよ。お家帰ろう。よいしょ。疲れたね。ふう。たくさん吹いたな。ただいま。お家に帰ってきました。いやでも楽しかったな。みんなはどの曲が好きでしたか？いっぱい吹いてきましたけど。
しょ。あれ、あれあれ、よいしょ。カエル？うどん？イギリス？奇跡の A。 おお、奇跡のデスゲームか。最後ですね。エビフライ。エビフライ。誰一人正式名称で答えてる人がいないんだけど。メルが作曲したみたいになってんじゃん。ふんふん。馬のやつ。エビフライ。デスゲーム。なるほど。馬刺し。馬刺し。なんかこうしてみると、食べ物ばっかだな。正式名称な。なんか、あれって、英語表記だからなんかあれなのかな。ねえ、知らないと思ったら意外と知ってる曲だったよね。よいしょ。まあ、食いしん坊メルちゃんが出ちゃったね。それじゃあちょっとスパチャの方読ませていただきたいと思います。プータローさん、ありがとう。レイさん、ありがとう。ジュンさん、ありがとう。ヨコさん、ありがとう。ソフミさん、ありがとう。ヨコさん、ありがとう。あ、インタビュー記事見ました？ちょっとまた後でね、リツイートさせてもらうわ。そう、ちょっとね、この間、アルバムのね、話とかインタビュー受けまして、それがね、なんか記事に今なってるみたいなので、まあね、結構ね、いろんなこと答えたので、全部本音でね、インタビューに答えたので、猫ちゃん来た。ぜひ、見てほしいです。ありがとう。卵男さん、ありがとう。アリスさん、ありがとう。高田かおるさん、ありがとう。いい推しの日。そうだよ、今日いい推しの日。魔王元さん、ありがとう。兵糧さん、ありがとう。ドスケルビさん、ありがとう。ソウさん、ありがとう。ヒョウノさん、ありがとう。たくさん吹きました。はい。バンシーさん、ありがとう。ねえ、最後にね、嬉しいわ。ションポールさん、ありがとう。ホルティアさん、ありがとう。サスメル。ヨコさん、ありがとう。卵男さん、ありがとう。コンサート代ありがとうございます。メルの晴れ舞台。コンサート。あ、ここか。松原翔さん、ありがとう。めぐるさん、ありがとう。ゼファー B さん、Thank you。魔界化の焼肉屋さん、ありがとう。トークトゥームーさん、ありがとう、センキュー。飲み物代か、ありがとう。羊おかさん、ありがとう。え？ガチトロンボン演者いるの？嘘！師匠？師匠ってこと？あれ、どこまで読んだかな。羊赤さん、ありがとう。そうさん、ありがとう。ソフミさん、ありがとう。キリサムリュウガさん、ありがとう。スッキーさん、ありがとう。トロンボーンね、なんか楽器って難しいよね。メル、リコーダーしかないから、経験が。リコーダーならここにあるんだけど。
音階がもうこの下ないわ。タタタタタンタン。残念。音が足りない。何弾こうかな。チューリップって。すごくない？ひばいずみさん、センキュー。くらしのそらさん、ありがとう。すなさん、ありがとう。NM3 さん、ありがとう。リクトさん、ありがとう。2ヶ月、ありがとう。たまごさん、ありがとう。デルバグさん、ハムスハムニダ、ありがとう。難しいってね、綺麗な音を保ちつつ吹くのがむずいね。特にその小指で押さえる低い度がね一番むずいわ。そう、手入れもね、しなきゃいけないからね。笛とか。
パンパン。ジュンさん、ありがとう。パン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 。キングとか弾けるようになれたらいいけど。シャープとかもあるな、これ。いるな。シャープがあるやつ、ちょっとむずいな。忘れちゃった。シャープとかどこでやるんだろう。ダースベイダー、あー、パンパンパパンパンパパンパンパパン。どこだっけな。だどこで吹くのがいいかな。これもシャープいるか。パンパンカパカンパカパンパンパンパパンパカパン。ピアノとかの方が弾けるかもしれん。リコーダーより。昔やってたからね、ピアノ。即興で弾くならピアノの方が楽だな。ホタルの光。マカロンサラダさん、ありがとう。パイラットリュウジさん、ありがとう。ひなせさん、ありがとう。初スパ、ありがとう。嬉しいです。ホタルの光。弾けるな。パン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 。削除された動画じゃん、それ。この動画は削除されました。パン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 パラパン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 。ニコニコ。ちょっと待ってね。メンバー入ってくれた人の名前も見たいんで。海ほたるんさん、太郎さん、ハニワ太郎さん、ウェルカムメンバーシップップー、ウェルカムメンバーシップップー、ありがとう。 Thank you。 メルちゃんの低めの声もっと聞きたい。いいよ、低めの声ね。あ、
あ、そういえば昨日見たよ、月姫の格ゲーの、あの、ショタの声聞いたわ。そしたらね、結構なんかね、やっぱり、結構生意気系のショタだったわ。うん。なんか、ちょっとお口が悪い系のショタくんでした。あ、そうそう、メルブラのね、うん。ショタのキャラがいるんよ。メルブラの、なんだっけ、でも名前が長いんだよな。誰だ、あんた。あんたは誰？マリオ・ジャンル・ベスティーノっていう、ショタがいるんだけど、そう、でもね、めっちゃかっこいいよ。あの、必殺技とかの、動きがね、かっこよかった。うん。人形使いだって。人形を使って、戦うらしいわ。マリオ？It's me! マリオ？ You are マリオ？ マリオくん？ほほー！ よっほー！マリオくんか。じゃあマリオ。パラパララパラ。マリオくんがじゃあ負けたときは、You are lose! パラパパラパラってなんのかな。It's me! マリオ！ママミア！ヤッフー！やだな。なんかイメージが。無能なもの、やる気のないものが大嫌いで、しばしば辛辣な、攻撃を見せることがあるが、情に熱く、下痢がたい面も本質である。らしいよ。マリオくん。マリオ。いつみマリオ。うん。ねえ、CV アヤネルだしね。アヤネルのショタボイスが聞けます。うん。ミスヨウさん、見合いの予定。好印象を与えるためのアドバイス。でもあんまり本来の自分と違う姿を見せても、それで仮にさ、いい印象を持たれて付き合ったとしても、いつかはさ、化けの皮って剥がれるし。ね。やっぱり本当の自分を好きになってもらわないと、まああんま意味ないよねって。だから、そうだな。もう素直に、まあ相手を褒めたりとかね。でもちゃんと思ってることを言ってあげる方がいいと思う。だから、素直に感じたように、相手のことを褒めたりとか、あとは、自分はこういうことが好きなんだよとか、お話をリードして、するといいんじゃないかな。あとはまあ、身だしなみをね、もう清潔感、大事なので、そこさえ気をつけてればいいんじゃないでしょうか。そう。例えばなんかレディーファーストをね、してあげるとか、ドアを開けてあげるとかさ、車道を歩かせないとかね、そういうなんかちっちゃな気遣いが、やっぱりね、女の子はキュンと来ると思う。ちゃんと女性扱いをしてあげてほしいよね。さりげなく。危ないよって。そういうのね、多分、女の子、あ、この人、なんかちゃんと男の人なんだな、ドキーみたいな感じになると思うよ。トゥーク。危ないよ。あとなんか荷物とかね。荷物持つよ。持とうかよりもなんか持つよの方がいいな。その細かいけど。持とうかだとね、なんかね、遠慮しちゃって、いや、大丈夫ですって言っちゃう子も多いと思うから、
うん、荷物持つよってなんか男らしく言うと、女の子はわあこの人気遣いもできていい人だなって思うんじゃないかなって、うん。以上、メルのアドバイスでした。持つよ、グヘヘはいらんやろ。グヘヘ、なんで興奮してんだよね、持つ持つだけでよ。なぜ興奮してる？メモメモ。デュフフ、グヘヘ。なんだろう、なんだろうね、それ。もうちょっと惹かれるんじゃない？仲いい人だったらさ、何がグヘヘだよ、キモいぞーみたいな感じでさ、笑えるけど、それ初対面で荷物持つや、グヘヘって言われたら、え、これって素なのかな？それとも、なんか受け狙ってる？笑った方がいいのかな？とかさ、すごい、考えちゃうと思うよ。突っ込めばいいのか？いや、でもこれ、素だったら突っ込んじゃいけない？あれ、どうしよう？みたいな。うん。惹かれるやつ。初対面で。初対面はやめとけ。うん。ということでね、この後、スイちゃんのね、ライブが9時からありますので、皆さん、スイちゃん復活するからね、ぜひ見に行ってください。目でもご飯食べながら見ようと思います。うん、スイちゃんスイちゃん楽しみだね。お風呂も入って健康的に。今日何食べよう。エビフライかな。エビフライ食べようかな。うん。エビフライ。エビフライ食べる。フライデー。エビフライデー。イエス。イエス、エビフライデー。今日もエビフライだ。あとご飯。夢に出てきた？ほんと？何してためる？夢で。変なことしてない？明日はね、土曜日か。明日は、ちょっと運動会のね、配信とかもあるみたいだから、それもちょっと参加して、終わる時間がちょっとわかんないけど、もう終わったらソロ枠もやろうかなと思ってます。うん、そうだね、前日だから最後の練習になるかな。うん、2回コード、イエス。あっという間だよね。もう本番なのかって。いや、でも、なんだろう、そわそわしちゃう、ずっと。そういうなんか大きいイベントの前ってね、そわそわしちゃうから、もう全力を出して、頑張って、一息つきたい。うん。そうそうそう。頑張りましょう。頑張る。え、でも黄色チームとしてね。塩炭の呼吸。塩炭の呼吸。1の方。淡々攻撃。淡々の舞。淡々切り。タレ炭の汁。バシュー。ダサいんだよな。なんか、かっこよくないよね。淡々切り。タレタンの汁、炭治郎。うまい。
かまど炭治郎です。タンタン、タンだけに炭治郎、タンしか勝たん。タンタン、タンしか勝たんで。メル炭治郎なっちゃった。かまどメル次郎、メル次郎ってなんかハム太郎みたいなネーミングだな。メル太郎なのだ。メル次郎、かまどメル次郎。水の呼吸一の型。もうメルなんだかんだ刀買うって言って買ってないな。そろそろ買うか。鬼滅の刃、刀。でもなんかね、いっぱいあるんだよね。やっぱこう、本格的な刀はめっちゃ高いし、そこそこのクオリティは、まあ大体5、6千円で買えるし、なんかおもちゃみたいなね、あの声が出るやつ。炭治郎とかの声がボタンを押すと出る、なんかあの子供のおもちゃみたいなやつもあって、いろいろあるんだよね。日輪刀、やっぱ日輪刀っしょ。日輪刀6000円で買えるみたい。別に声流れなくてもいいかな。刀、でもまだ安い方じゃない？もっと本格的なやつはもっとするんじゃない？刀だもん。本物はダメだけどね。さすがに本物を売ってたらやばいけどさ。忍さんの刀とか。でもこれはね、鬼を切れない刀だからね。忍さんのは毒で人じゃない、毒で鬼を殺す刀だから、本物持ってたらやばいよな。ねえ、何にしよっかな。煉獄さんの刀もいいよね。煉獄さん、まあ日輪刀か。でもアメルカラーでいくと善逸くんの刀いいね。これメルっぽい。一輪と鬼殺隊、これいいの。雷の呼吸、メルっぽい。あ、善逸くんはね、一発が大きいのとめちゃくちゃかっこいいよね。ギャップがいいよね。今度のグッズは刀。誰が買うんだよ。マニアックだな、めちゃくちゃ。しかもそんなシナジーないし、メルと刀って。あやめちゃんの刀だったら多分、うおーってなるけどさ、メルがいきなり刀出したらさ、なんでメルちゃん刀急に出したのって思われるやつだよ。この話聞いてないと意味わかんないから。逆にお前切られる側だろうとか言われるじゃん、絶対。吸血鬼だからさ。お前は鬼だろうって。でも悪い鬼じゃないもんって。悪い鬼じゃないから。みんなの味方。やめてよーって。でもあやめちゃんも鬼か、そう言うとさ。切らないで。悪い鬼じゃないよ。そうだよ、血吸わないし。メル子を切られなかったからメルも切られない？ほんと？炭治郎の身内じゃなくても切られないかな。あ、でも炭治郎優しいから切らないか。そうね。あやつは悪い鬼しか切らんもんね。じゃあ大丈夫だ。
炭治郎優しい、そう優しいんだよ。よし、じゃあそろそろ終わるか。9時になっちゃうもんね。今日も一日ありがとうございました。お疲れ様、みんな。カープシュッ、お疲れ様。またね、また明日、またね。